はじまきよしろうの、バカのコーナーでございます。単発6回でなんかいいの出るかなっていう、はい、あやばい銀ですね。最初は今ね心の中で思ったんです、銀出たらやめようかなって思って、どうしようかな、なんか金出ました、はい、やべえぞ、なんかアラバスタフェスになってる。1回目がねあいつが出たんですよ、ま、なんだ口座が出て、やばいね、ここやめといた方がいいな、銀しか出ねえな、なんで単発こんな雑魚なの、えスゴフェス開催してる、あ開催してるな、バグ、びっくりした、うん、ええこれ大丈夫えこれなんかあれえこれほんとフェス、え銀しか出ないんだけど、あいやアラバスタフェスじゃねえかよ、まあでもいいです、もうね最後に1回引いてね、最後も銀でした、なんかすごいわ、まあいいや、ちょっとねもう仰天びっくりですよね、本当にウソップハンマーだけは許してやろう、あの物の見事全部ほぼ銀です、うん、ゴミですねいや全部銀だよ、だってびっくりした、アラバスタフェスだったもん完全に、びっくりした本当に、うん、うわマジびっくりしたわって言って、まあもう事実なんですけど、俺これのこのせいでね、羽島清志郎は二度とトレクルをすることがなかったという、もうまあね、まあ何とも思ってないんでね、いや何ともしか思ってないけどなんかね、まあ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 ね、すごい不快なガチャでした。はい。